ジャーニーマンは建築や工芸の職能を訓練する公的特定制度資格を修了した熟練労働者である。彼らは職能が認められ、その職業分野の完全な資格所有者として働くことを認定される。ジャーニーマンの資格は教育、実務経験及び試験により取得する。ジャーニーマンは職務認定を取得し非雇用者として働くことはできるが、 まだ自衛するマスターとして働くことはできない。ジャーニーマンという言葉は最初に中世の同職ギルドで使われた。ジャーニーマンには1日ごとに賃金が支払われる。ジャーニーという言葉はフランス語で日を意味するジュルネから派生した。個別のギルドは通常労働者に対して見習い、ジャーニーマン、マスター3つの階級を認めた。職務認定されたジャーニーマンは マスターになって自営することもできたが、ほとんどが非雇用者として働き続けた。自らの作業に責任を持つ、責任技能職を促進し、個別の職業及び一般大衆を非熟練労働者から保護するガイドラインが制定された。マスターになるためには、ジャーニーマンは評価のためギルドに仕事の代表作を提出しなければならない。評価の後にのみ、 ジャーニーマンはギルドからマスターと認定されうる。ジャーニーマンは3年間の渡り職務を完了することを要求されることもあり、ジャーニーマンイヤーズと呼ばれた。修行期間中の伝統的制服姿のドイツのジャーニーマン、ジャーニーマンという言葉はいずれも日を意味する俗ラテン語のダイアーナムおよび古典ラテン語のダイラムから転じたフランス語のジュルネから派生した。この肩書きは、 ジャーニーマンが1日の労働への対価を得る権利を意味した。ジャーニーマンは、都定制度を終了しているが、他のマスター等に雇用され、ただし住み込みはせず自身の家庭を持つ。ジャーニーマンは、他の職人を雇うことはできなかった。対象的に見習いは、通常7年の固定期間、マスターと強く結びつき家庭の一員として、マスターの家に住み込み、その代償として食事、寝床、 そして訓練を得る。欧州の各地で中世後期のドイツのように旅するジャーニーマンとして時を過ごし様々な作業場での経験を得るために街を渡り歩くことはマスターが課した重要な訓練であった。ドイツ五県各国の大工及び他の職人は現在でも旅するジャーニーマンの伝統を維持しているがそれを実践するものは少ない。フランスでは各地を旅する ジャーニーマンはコンピニオンとして知られる。現在の都定制度では、ジャーニーマンは必要とされる都定制度の終了を示す職業資格を有する。多くの国でこれはマスターを除いての公的な最高資格であり、認証された地域でその職業すべての分野の仕事が可能であり、見習いの監督や自営もできる。現代の都定制度は、 実務訓練による技能習得を目指している。見習いは新しい技術を習得しながら収入を得ることができる。労働環境は雇用者と密接に関係し、ガイドラインに沿って特定要件に合致するように見習いする機会を個々の会社が与える。大抵の場合、非雇用者と雇用者の間に強固な労働関係が築かれる。しかしながら、ドイツでは、 都定制度が終了すると3年から4年間の短時間雇用、または1年間の常勤雇用がマスターに要求される。伝統的な住み込み都定制度を終了した者は、その分野で教育を受けた認定試験の合格者と同様に、ジャーニーマンと考えられる。アメリカ合衆国では、電気工、大工、水道配管工、機械操作工、空調業者といった、 建築関係の雇用者は通常、州、または地方のジャーニーマン、またはマスター資格を有する。この資格は職人がその分野の実務時間及び認定教室での学習時間の要求を満たすことを証明する。ジャーニーマンは経験の少ない労働者を監督及び訓練する責任があり、自身は監督下になく働くための資格を有する。 ジャーニーマンは一般的にその職業のほとんどの分野にわたる幅広い経験を要求される。例えば、ジャーニーマンでない20年、または30年の経験を持つ労働者は、その経験のほとんど、または全てが住宅、商業、または工業の専門分野かもしれない。しかしながら、ジャーニーマンは住宅、商業、及び工業の幅広い分野を経験している。 オーストラリアでは、ジャーニーマンを登録した認定者は、上級熟練職人の包括的な指示のもとに、働くことができる。ジャーニーマンは、見習いや助手の仕事を監督できるが、特定の登録を用いて、仕事を契約することはない。公式な徒弟制度の終了により、ジャーニーマンのレベルの資格を獲得できる。徒弟制度は、上級職人の監督の元職業技能を習得する。 ことである。見習いは特定分野の職業で正式に訓練され認定されるようになる訓練生である。特定制度の期間は個々の職種により通常3年から4年である。訓練が完了すると見習いは国家資格の認定資格を受け取る。実務訓練が都定制度の大部分であるが座学も合わせて行う。都定制度は職場での実務経験。 標準的な収入と新しい技能を与える。認定職業の例は、水道配管工、ガス配管技師、電気工、空調及び冷蔵機械工及び大工と内装工である、モダンジャーニーマンという言葉は成人教育における多くの経路を意味し、学習を継続する生活の過程を表すために使用することもできる。 ジャーニーマンは典型的な伝統的な言葉であるが、モダンジャーニーマンは成人教育の現在の概念、生涯学習、技能向上、知識の波、現代徒弟制度を示すために用いる。ありがとうございます。